ダンサーである。パリオペラザーで活躍した彼女は、バレエやオペラの舞踊シーンに、重要な役で、しばしば出演し、バレエ、ラシルフィードの F 役の初演者として知られる。本名を、マリー・エリザベット・ノブレと言い,い、1801年に、パリで生まれた。パリオペラザーのバレエ学校でバレエを学んだ後、1816年に、パリオペラザーに入団し、巧妙なバレエダンサー。 アルベールの相手役として当時パリオペラ座で首席振付を務めていたピエール・ガルデル作のパド・ドゥを踊り、ソリストとして活躍するようになった。1827年、パリオペラ座に一人の女性ダンサーが採用された。イタリアとスウェーデンの血を引いた。この女性の名はマリー・タリオーニと言い,い、父・フィリッポ・タリオーニの厳しい訓練を受けて、高度な舞踊技術を体得していた。 マリー・タリオーニの出現によって、ノブレのようなパリオペラザの伝統的な女性ダンサーの影は薄くなったが、彼女はオペラザに泊まった。ノブレは、ガルデルの後を継いで、パリオペラザの主席振付家となった、ジャンル用メールの作品に多く出演し、彼が新演出を手掛けたドーベルバルの、移り気な故障、ラフィー・マルガルデア新作、眠れる森の美女、マノンレスコーの初演で踊った。 1828年に初演されたグランドオペラポルティーチの推し娘では主役フェネッラを演じ匠名マ舞ムと舞踊の表現をまたフィリッポタリオーニのラシルフィード高級の反乱ドナウの娘の初演にも出演しているパリオペラ座に席を置く傍たわら1821年から1824年にはロンドンでキングズ劇場に客演して ロンドンのバレエファンにも親しまれた。ノブレは、彼女の忠実な友人であった名高い軍人、ミッシェル・マリエ・クラパレードの死の前年に、オペラ座を退いた。その後、1852年9月に、記事のパリで死去しているが、死去の日付は不明である。ABCDE、オックスフォード・バレエ・ダンス辞典366ページ。19世紀フランス・バレエの台本17ページ。 この作品はバレエラフィー・マルガルデやオペラ、ザンパなどで知られるフェルディナン・エロルドの作曲で、チャイコフスキーの同名作品とは異なる。スリーピング・ビューティー2011年11月5日、閲覧。フェネ・ラは、精神的な衝撃を受けて、口の利けなくなった娘という設定のため、初演以来女優やバレリーナが演じることが多い。19世紀フランスバレエの台本13ページ。 19世紀フランスバレエの台本28ページ。ありがとうございます。